何してんの？早く押してくれ、ボタン。俺は復刊多分身を守ってんだよな。レプチンさんは合わせて遊んでるんだよな、多分これ。レッツゴー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 。白ピンク。白ピンク。はい。はい。ありがとうございます。内部。早いねー。負けました。出所前がない。ネロちゃん最速目指してんね。毎回。はい。はい、もう、釣られても大丈夫です。あ、じゃあ投票しまーす。はーい、投票しまーす。お疲れ様でーす。なんでですか？入ってる。これ2票インポスターじゃないですか、これ。ちゃん、隠しろ。あ、アルマ入れました。はい、隠しろ。自白了解。ありがとう。ゲチーン。おねだりするためてほしいの。わざと意地悪するのずるくない？キルの瞬間見たいよね。緑黄緑ピンク、緑黄緑ピンク見たい。水色、緑黄緑ピンク水色。すんねえかな、取れ高欲しい。緑黄緑ピンク水色。いや、1死体でよかった。はい、はい、僕いい、右のタスクが全然なかったんで、診察室を見てて、うん、リアクターが鳴る10秒ぐらい前にゾニキさんが死んで、うん、僕は貨物室方向に行くときにサントスさんが貨物の扉の前にいました。で、そのまま発見という流れです。あ、金庫です。貨物の金庫。あ、え、マジ？じゃあ、めちゃめちゃ怪しいとこいるわ。はい、いや、待って、貨物室の金庫、うん、初手ゾニキさん行ってます。僕それ見てます。はい、最初手貨物脇でゾニキさんが右下の方に走ってくるの見てるんで、これ、はい、わかんない、サントさんが見てなかったら別に通っただけっていうのも通ると思います。サントさんどっから来ました？私、アーカイブラウンジでトイレのタスクやって給油やってで覚えるやつ見て、でその後扉のところで藤宮さんとすれ違ってる。で藤宮さん行ってるのは合ってます。あ、でもラッグも診察室いたな。ちょっと待って、貨物先、僕とアルマ君とあとゾニキさんですね。はい、あ、ごめんなさい、藤宮さんがバイタルで死んだの見たって言ったのか。はい、あ、じゃあ、はい、初手系じゃねえや。ごめんなさい、リアクター鳴る10秒くらい前ですよね。はい、嘘です。で、サントスさん、カメラ見てましたけど、サントスさん右上から下に降りてく段階で藤宮さんとすれ違ってました。うん、右上から下に、あ、はい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 。え、すみません、なんか真ん中あたりか、まあ、ちょっと下の方ですれ違いましたよね、佐藤さんと。貨物室の中の。扉の前か。扉で詰まってるから。扉でお互い詰まって、反対にいるなって言って見てるから。オラフ君って一回診察室いたと思うんですけど、あの後、はい、ちょっと藤宮さん怖いなと思って、貨物室ラウンジアーカイブ、らへん、います、たぶん。誰か、いいですか。トゥンさん、やり直しました。トゥンさん、ラウンジから。アーカイブ来てますね、一番最後のタイミング。そうですね、僕アーカイブラウンジアーカイブシャワー室です。なんで、そうですよね。間その、オラフ君は誰かとすれ違わないと、ちょっと。あ、僕、サントさんとすれ違いました。すれ違ってる。両方すれ違ってます、僕、うん。あ、ごめんなさい、僕の初手の話忘れてください。初手切るかもって思ったんですけど、なんかバイタル見てたから、そう。意味関係ねえわって思っちゃって、ごめんなさい。なるほど。なるほど。切ってしまっちゃった。間違えた。いや、停電を直すと思えば。直された。来た意味ね。カメラで補足したいな、今
玉焼き、黒目玉焼き。すみません、タスクやろうと思ったけど容疑者いっちゃったから押した方がいい。ありがとうございます。宿舎前死ぬほど湧いてたね。6人ぐらいだけど聞く感じだと10秒前くらいだったら、うん、そう 私が割と張り足位置だからちょっと詰めた方がいいかなと思って水色を、どこだったっけな、どっかで見た、あのカメラで、あカメラで、あ昇降機とかないか、アーカイブでしたっけ、どっちか聞いた、アーカイブありますカメラ、うん、どっちからどっかで見ました、僕ラウンジからアーカイブ行って昇降機左でリアクターの、あじゃあアーカイブで見ました。トゥンさんそこら辺行ったならトゥンさんとはすれ違ってないですか。いやすれ違いました、サンドさんとオラフ両すれ違ってます。カメラずっと見せたのセンター、僕黒映ってないですね、僕が見える範囲では。まあ切り替えてる間に僕が見たのは緑、黄緑、ピンク、水色、青、黄色、うん、で俺はずっとダウンロードのとこにいてドア開けとかもしてるから10秒っていうんであればできないと思うんだけど、藤宮さんの時間感覚合ってる。僕はリアクターなる10秒ぐらい前です。時間に厳しいぞ。リアクターがなる、え報告のリアクターがなる 10秒前です。リアクターがなる10秒前か発見じゃん、はい、まだトータルで20秒くらいで。なんかあの 発言があのすごい遅いんでちょっと俺も怪しいかもしれないですけど、僕、うん、エンジンルーム開いて武器庫キッチンでセキュリティで先端さんがカメラ見てるのを見て、はい、電気診察でバイタル見て、見ました。あ、よかった見てくれてた、はい、診察で、オレンジ死んでるの確認して、あ死んでるから探し行こうと思った瞬間報告入ったんで、うん、僕も一応診察最終診察です。バイタルも、いやでもカメラ撮ってるんだったらまあ無理ですよ、ね、うん、よかった。てか藤宮さん追い越さないといけないから、うん、なんならカメラ見てる先端さん、僕だったらキルするから。てかアーカイブじゃない気がする、オラフ君見たのアーカイブで見たの黄緑とピンクだけな気がする。いや、そのタイミングでサントスさんとオラフ君の3、4記者でいいんじゃないですか、ね、結論として、うん、てかアーカイブにいたのオラフ君貨物じゃなかったっけ、見たの僕とアルマさん、アーカイブにいたのは僕とトゥンさん、僕とトゥンさん、はい、アルマとトゥンさん、3、4記者、いやでもサントスさんやと思う。ヒロちゃんもいましたね、アーカイブだ。おはよう、あのアーリさん、ちょっと髪型もぶつろぐ金曜日も頑張れなくて、だって髪が合わないからね。あとで0分サラーム、お気に入りの特等席、ナイスボタン、ナイスボタン、ナイス。僕はオラフ君かサントスさん、うん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 、と思ってます。オラフ君かサントスさんか藤宮さんの偽装ですよね。そうですね、セルフはないにしても、まあでも、うん、まあ死体位置は間違いないと思います。あの本当にカメラ見てて右手、うん、藤宮さんが偽装するメリットとしてはドアでサントスさんを見たからサントスさんになすれると思ってバイタルを、うん、あれもそれだったらもっと直近っていうか、どうなんだろうな、微妙だな、うん、20秒くらいってあれですよね。でも、うん、レプチンさんは死んでるゾニキさんのあれを見たんでしょ、うん、バイタルは見ました。でも直前じゃないよね、うん、でも見て報告入ったんで本当ごめんなさい、3秒5秒もないと思います、うん、本当にあ死んでるじゃんと思って、まあ、うん、画面閉じて動こうと思った瞬間だったんで、死体場所が合ってるのはなおさらその場で切るっていうのは薄いのかなって、うんうん、そこにずっと1分くらいそこにいたことになって、うん、1個だけ主張いいですか、に仮に20秒っていうのをせいだとした場合って、うん、私ってあの扉の前で藤宮さんとすれ違ったじゃないですか、はい、ずっと20秒間死体のある部屋に居続けたってことになるんで、結構なんか変なことしてるなっていう、まあ、なんかベントでどこ飛ぼうかなで結局飛べなかったのかなっていうのも、まあ、あでもそれだったとしたらベントの開閉扉越しでも見えるから藤宮さんがベントの開閉を見えているんじゃないですか、ね、だから入れなかったっていう、うん、藤宮さんですね。だからやめたってことね。あ、なるほどなるほど、分かんねえなこれ。3択なんだったらあんま釣りたくないけど、
なんか藤宮さんの情報が正だったら結局トータルで50秒くらいしか経ってないイメージなんで、結局30秒でキルしてそうな、うん、そうですね、イメージですけど、うん、1分経ってないくらいだったと思うんで、あともう一つ言うなら、もし私がインポスターだったとしたらサイクロだから今お土産した方が得だったんじゃないっていうのも、今の回って多分30秒超えてるので、どうしますかこれ、投票スキップしました。あ、もうスキップしちゃいました、すいません、入れました、僕も入れました、サントスさんに入れます。まあオラフ君と藤宮さんは対抗だからそれは入れるよねと思う、うん、いいんじゃないかなっつっちゃって、エンジンルームシュッキュ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 、あー、ここ嫌な思い出がある、やめとくか、ここはやんない方がいいな、いや扉が開いたら、あ、扉も見えなくなってるな、考えられてるな、あ、弁当もあるか、弁当は見えんのか、下から触ったら見えるかな、このマップで3人まで絞れたら相当いいと思うけどな。はい、あら、ああ、死んでる。アルマさんはキッチン脇で展望デッキのダウンロードやって、展望の扉開けるまでは一緒でした。でサントスさんもドキコ側に行くまでってこと、うん、開いてる、はい、初手です。で、あ、で、両方落とすと、私、停電直したの、左下で展望デッキ停電直したのは私で、その後、うん、セキュリティの、タスクをあのテープのやつやって、エレクトリカにちょっと入ってくらいなんですけど、その通路には、アルマさんいなかったですね。エロちゃんのキッチン脇ですよね。うん、僕、貨物脇、診察、電気室、セキュリティ、ちょっと情報落とせそうなんですけど、他にセキュリティ行ってる人います、はいはい、あ、私ちなみにちょっとだけカメラ見ました、チラ見してチッタタタタって回して一回しして抜けてるんで、ちょっとだけカメラ光ったかもしれない、まあ、いなければ三等さんになりますね、アドミンですか、はい、アドミンと藤宮と合流する直前ぐらいまで俺はコックピットでアドミンを見ていて、うん、セキュリティが2についていて、今見に行こうとしてるタイミングでこのボタンを持ってます、どんぐらい見ました2のタイミング、何秒ぐらいは、10秒ぐらいに、あ、さっき言ったけど停電の後ね、でも私テープやってる間は誰がいるかとか、分からないから、テープやってる間に誰かがいた可能性はあると思っていて、でも名乗り出ないですね、キッチンさんって、うん、誰も行けたんですか、誰もセキュリティ取ったこと言わないの、ちょっと待って、僕はセキュリティ通りましたけど、うん、最終は展望デッキ通ったっていうのは、そのタスクやったとかカメラ見たとかそういう、いや全く全然普通に通過しただけ、通過しただけ、あ、じゃあそれで死体ないんだったら、うん、あ、でもサントス、うん、その時にサントスさんがいたかどうかじゃない、確かにいたかな、いなかったんじゃん、ちょっとごめんなさい、あんま見たかったっすね、停電中ですよね、うん、いや停電中は停電後、そうですね、他のアドミン情報ってどういう配置になってる、そこが合ってるかちょっと確認をと、あと他の治療証明もできるから、そこの確認してからちょっと冷たいなっていう、あーと、そうですね、エロチアさんのアドミン情報の照らし合わせからしていただければと思います、はい、それで話してもらっていくと思うので、お願いします、二郎残ってるのでお願いします、押したっけ、記憶か、あなた記憶が押した気がする、すー、8836、何してんの、早く押してくれボタン、オラフ君は多分身を守ってんだよな
レブチンさんは合わせて遊んでるんだよな、多分これ。レブチンさん押したっけ、もう。ああ、みんな遊んでると思ってる。ナイスボタン。びっくりしたわ。あれ全然多分アドミン見てて。オラフ君は多分命がけでやってましたよね、あれね。あれ命がけでやってました。もう死殺されると思いながら。そう。で他の人は多分遊んでましたよね、多分。びっくりした。オラフ君何してんだろうと思って真似してたらエロちゃんも入ってきて3人で。いや誰かボタン押してくれと思いながら。僕とオラフ君押してるから。あ。そういう意味だったのか。そうそうそう。はい、誰か早く。びっくりしたわ。押してくれ。はしごを使ってる最中はキルされないから。あ、なるほどなるほど。命がけでやってたんですよ、はしご。ミーティング前の。命がけだったんですね。アドミン情報他にも。そうだ、レプチンさんがその通ったの、はい、どのタイミングで停電だったのか、どのタイミングで停電終わったのか。ごめんなさい、貨物は停電前ですね。貨物は行って、僕。で診察、うん、電気室、セキュリティ、キッチンって言って展望で何人かいました。2、3人がいてすれ違って僕は展望デッキやったで。どのタイミングで停電ですか。あ、じゃあ多分それが藤見アルマサントスだと思います。どのタイミングで停電かが。あ、レプチンさん目線、どのタイミングで停電ですか。最初の1回目かな、さっきのターンのどの後かな。どのタイミングで停電になって、うん、あの停電の後の情報なのでアドミンが、だから、はい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 、セキュリティを停電前に通ったのか停電後に通ったのかっていうのが大事だと思うんですよ。多分電気室ぐらいで停電になってたのかな。割と早くなってた気がするんですけど。まあ、じゃあ停電後の可能性もあるのか。うん、停電は藤宮サントスがその時点で展望デッキにいました。うんうん、治ってからは分かんないです。治ってから見たのかにもよりますね。展望に行った理由は停電を直すためなんですかね、レプチンさんが。いや、タスクで行きました。停電治った後か、確かに展望とキッチンに一時ついてたよ、その時は。うん、これ僕に入れた、多分それが僕展望だった。サントスさんなってると思うけど。サントスさんだと思いますけどね。チュパチュパグチグチグチュパチュパチュパグチ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 一発でさ成功させたいな。ピン、赤ピンク、赤ピンク、大丈夫かな、こうやって。カメラの部屋、カメラの部屋で、うわちょっと待って、レプチンさんか藤宮さんってなんか通んなかった。僕さ、僕最終カメラ入りました。
もう死んでました。あの、はい、リアクターが鳴る前に死んでました。うん、僕アドミン見てて、リアクター鳴る前ぐらいからセキュリティ1、うん、はいはいはい、電気室2、診察室2の状態があって、僕は最後カメラに入ったとこです。藤宮さんが診察室2、電気室2、セキュリティ1の状態を見て、リアクターが。え、じゃあレプチンさんだわ。え、なんですか？俺は、電気室いて、で、まあ、リアクター鳴ったんで行ったんですけど、リアクター鳴る前に死んでたなら俺なんなんですか？俺なんですか？停電。僕ずっとセキュリティ見てたの。見てて、オラフ君が来たから、オラフ君に譲ったのね。はいはいはい。電気室に入って、なんだこのタスクわけわかんねえなとか思いながら、タスクを結構しばらく時間をかけながらやってたのね。はいはいはい。見ました、それをやったの。はい、うんうんうん。レプチンさんが診察室側からかなんか来なかった？逆かな？いや、来たよね。はい。でセキュリティに入ってって、いや、セキュリティに入ってってはないっす。あ、でも入ってったんじゃないかなと思って、僕はね、通り過ぎてるレプチンさんを見た。停電後10秒後ぐらいは生きてたんですよ、オラフ君。うんうんうん。でリアクターが鳴る10秒前くらいかな、そうなると。僕も電気室でレプチンさんが僕も左に行ったイメージがあります。セキュリティに向かった。さっきのセキュリティ2の情報がなんか合わないのは、うん、インポスター同士だったからとかないですか？ね、サントスさんとレプチンさんの。あ、お互いなんか例えば死体を見てたとか、サントスさんを見てたけど、うん、言うとロラとかになるから。それだったら口裏合わせだから藤宮も怪しくなんない？まあ、安全なら初日のキル的には僕を釣るのが安定ですが、うん、いや、わかんねえわ正直。あら、ごめんね、レプチンさん村だったら。さよなら。さよなら。サントスさん、レプチンさんじゃない？そう。言ってんのかな。ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト。いや、もうドンピシャ、ドンピシャ。いや、素晴らしい。あれ、誰かっけ、レプチンさん以外に。素晴らしい。あ、サントスさんか。うん。あ、そう、サントス。誰かっつったっけ。あ、確かに、ステハシさんなんかめっちゃ死んでるみたいなリアクションされてましたよ。違いました。あ、いや、いや、面白かったな。んか、なんか、いや、必死で先端さん、カメラ見てる先端さん殺そうかなって悩んで、ゾニキさんの報告あった時にアルマさんが、いや、俺がレプチだったらそこ殺してるな、やっぱり殺すよね、あそこ、みたいな感じになってちょっと思ってはいました。うん、なんで殺さなかったから若干白いかなとは思ってた。うん、僕ボタン、最後のボタンが押される前のやつまで誰とも一回もほぼほぼすれ違わずにずっと一人だったから話に全く入れなかったな。それぐらい誰も会わなかった。いや、最後の先端さんドンピシャでしたね。うん、なるほど。あ、ちょっと一個聞いときたいのが、あの電気室のあのタスク、あのレバーのやつ、あれ何ですか？あの数字から7までの数字があって、うんうん、順番に、はい、ランダムに設置されてるんで1から順に。レバーを下ろすっていう。あ、そうなんです。僕7秒下げ続ければいいのかなと思って。7秒数えな。何でできない。それで、そう、で、しばらく。そう、めんどくさいタスクじゃないですか。しばらくタスクやってたら。そのタスクだけで30秒くらい取られる。電気室にいたのは、そう、そういうことなんです。やばいタスクだな。でもこれ多分全部わかったかな。ああ、ああ、ナイスです。あ、そうか。プテアさん全然クルーやってないです。そう。初めてのあの電気室のタスクだったから。でも分かんないとも言えなかったから、しばらくやってましたとか言って。あの番号中です、番号中。セキュリティの真相は？あ、私やってます。私がやって、うん、普通に死体と、あの下のところに隠れてたんですよね、展望デッキの方で。あっちはあそこでキルクール貯めて、あと1秒くらいするとリアクター鳴らせたんで、そこでもう1キル強引に噛んでてやろうと思ったんですけど、ボタンがギリ1秒早くてみたいな。レプチンさんはなんか見たんですか、うん、セキュリティ通るとき。いや、レプチンさんが先に通ったんですよ。うん、そう。僕がカメラを見てって、レプチンさんが通っていった後にサントスさんが来て、サントスさんが来るし、うん。アルマさんがいましたって言って、ね、それでなんかサントスさんがより黒くなったらあれかなと思ったの。ああ、なんで私はなんかそのカメ、あれガチャってやってる間にレプチンさんもタスクしてますかとかで、2の情報一致しないかなとかは思ったんですけども、うん、なんかまあ、どっちもありだったんで、私を切ってくれる、あ、なんか、切ってくれてもいいし、寄せてくれてもいいので、まあ、どっちかかなと。絶妙にね、ちょっとすれ違ってましたね、2人のあれが。なるほど。いや、あれ、俺が助けてたんすよって言ったらよかったっすか、ね、
どっちもありだと思います。で、あの行って LINE で救いに来てくれてもいいし、いやいや、うん、いないんでサントスさんおかしいと思います、切ってもらってもいいし、うん、どっちもありだと思うんで、うん、はい、なんかどっちつかずって感じだったんで、うん、それを分かるのすごいな、すごいすごい、やったぜまあでもオラフ君、藤宮さん、サントスさんの3人容疑者があってたから救いってもよかったかも。2位とかだったらちょっとワンチャン LINE 疑われるかな、そう3人容疑者だったら。なるほど、勉強になります。いやいや、とんでもない、難しいですよね、とっさに何かを見て、うん、も何かの情報を持ってそうって感じ、うん、私もアドミン情報ないと信じて先出ししてトライしてるんで、うん、もうアドミン情報ある時点で結構苦しいあれではあるんですけども、うん、確かにな、苦しい。あ、トゥンさん戻ってきた、大丈夫、じゃあ OK です。あ、ごめんなさい、あと、あともう一個だけいいですか。あの、写真の現像みたいなタスクって、はい、しばらくつけてどっか行ってもいいですか。そう。試験管と一緒。ああ、そうなんだ。じゃあ、つけてどっか行って戻ってくるってことですね。会議後に見たら、もうできるような。ああ、OK です、OK です。左のタスクってとこ、ボタン押すと残り何秒かも見れるんで、それ、大丈夫かも確認できます。ああ、そう。はい。ウィスカーの引き出しを100回漁ると、現像できます。じゃあ、行きましょう。はい、お願いします。